高根沢さんが高いところが好きなんてね、なんという恐ろしい因縁だろう。はい、小泉です。ただいま留守にしております。そっか、今日夜勤だっけ。あいつ看護婦辞めりゃいいのに。ん？高根沢さん、高根沢さん。安心よし、怪しいものじゃないよ。あんたのことが放っておけなくてね。誰？覚えてないかね。ほら病院で。悪いけど。全然。まあとにかく私の話よくお聞き。私の娘時代のことだからずっと昔のことだけどね。当時私は胸を患っていてね、とある海辺の療養所に入っていた。そこで同じ患者同士の与三郎さんって人と知り合ったの。お互い励まし合って病気もどんどん良くなって、もうすぐ二人とも退院できるって時に。さよならリサさん。与三郎さん自殺しちゃったんだよ。高い崖から身を投げて。その与三郎さんとあんたがうり二つで。さよならリサさん。それも高いところが好きだなんて、なんだか気になって気になって。さっき浮いてましたよね。ちょっとあんた、私の話聞いてる？出てってください。幽霊とかそういうの迷惑ですし。人が心配してやってんのに目合わせようともしないなんて、やっぱ尋ね方がまずかったかね。ん？とにかく俺はそういうのを信じないようにしてるし。ん？この人。ちょっと何勝手に見てんの。どっかで見たことあると思ったら。看護婦の小泉さんじゃないの。どう？付き合ってたのかね。小泉さんさ、彼と結婚とかする気あんの？さあ、考えたことないから。そうだよね。ちょっと頼りない感じだし。え？ばあさんの幽霊？またまた。夢でも見たんじゃないの？本当ですってば。帰る時も3階のベランダからスーッと飛んで。それよりさ、高根沢君、監獄さんとその子どうなってんの？いや、彼女忙しくて会うの大変なんだけど。いい子なんですよね。今度連れてくんよ同好会に。いや、一緒の時同好会名物のあれをやってもらおう。いいね、崖っぷちプロポーズ大作戦。あれは効果絶大だぞ。本当ですか？でも振られるやつは振られるぞ。振られるぞ。なあにおばあちゃん、私に話って。うん、あのね小泉さん、この話は真面目に聞いてほしいんだけど。はい。私の娘時代のことだからずっと昔のことだけどね、とある海辺の療養所で
ああ、高い崖から身を投げてしまった男の人の話。悲しい思い出ね。なんで知ってんの？患者さんたちの評判だもん。まあなんだその、私が小泉さんに聞いてもらいたいのはさ、身を投げた与三郎さんがあんたの彼氏の高根沢さんにそっくりだってことなのよ。あ、それでここからが大切な話なんだけど、与三郎さんが身投げしたのは私のせいだったのよ。え？リサさん、お互い間もなく退院だね。そうね、与三郎さん。どうだろう、その退院後、僕と正式に交際してもらえないだろうか。まあ、だけど、私はその時別に好きな人がいてね、療養所の先生で、それは素敵な人だった。だから悪いけど、与三郎さん。そうか、さよなら、リサさん。与三郎さん。私はその場で気を失っちゃってね、気がついたら療養所に。気の毒にね、与三郎さん。私のせいだ。ごめんなさい、与三郎さん。小泉さん、あんたは高根沢さんを振らないでね。え？だって本当に瓜二つなんだからさ、なんか同じ運命をたどる気がして。まさか高根沢君自殺するような性格じゃないわよ、私に振られたくらいで。ちょっとちょっと聞いた？看護婦の小泉さんさ、外科の先生からプロポーズされてんだって。あら、玉残しじゃない？なんか迷ってるらしいよ。これは、お電話変わりました、小泉です。あ、高根沢君、今度の日曜？うん、いいよ、私もちょっと話したいことあるんだ。うん、じゃあ。嫌な予感がするよ。